なんか仲良さげな人をチョイスしてくれてるのかもね。確かに。おやつもらって帰ってきた。え、なんかめっちゃスーパーの袋みたいなやつにめっちゃ入れて帰ってきた。ビニールめっちゃあるよ。あれ、私ちょっとお水が入ってるから、ね、いっぱいある。てかお互いランクインしたね、イベント。イエーイ、お疲れ様です。本当にお疲れ様です。ごめん今どこ映ってるんだろう。ズボン。ごめんごめん、葵ちゃんのショールームのバンジーしてしまった。バンジーおめでとう。あ、逆やった、こっちじゃないやつ。カムカムもらった、羨ましい。いいな、いいな。え、マイハム欲しいんだけど。ね、え、でもカムカムレモンいつも食べるよね。え、食べてる、ね、私はいつもカムカム梅を食べてる。あ、家にあんまり見んないけど、カムカム梅。え、そうなんよ、ね、薬局とかにある。あ、なんかドラッグストア、うん、コンビニは少ないよね。うん、もらってないのって。お花火もらってない。ありがとうございます。みんなはもらったの、何をもらったん、みんなは。カムカムの、え、あの一袋誰がもらったん。え、なんか会場に来てる人。え、みんな、なんか配られたんだよね今日。え、もらってない。カムカム何ですか。レモン。葵ちゃんのお友達だ。いいな。え、羨ましい。ボトルで買うもん。どんなん？え、あの普通にさ、ガムとかいっぱい入ってるボトルに、うん、あれがカムカム梅バージョンがあるの。いいな。ちっちゃいの。あ、ちっちゃいんだ。え、いいな。え、いいな、みんなもらってるやん。マジでよく食べてるカムカムレモン、あめちゃん、うん、なんでか知らんけどね。欲しくなるんよ。でもわかる、たまにさ、めっちゃ食べたくなる時あるよ、うん、うん。お疲れ、ありがとうございます。スクワットピニーさん、マスカット美味しそう。確かに新発売。確かに。え、シャインマスカット、マスカットじゃないって言ってた。何が違う。シャインマスカットって言ってた。何、違いが分からん。え、味、うん、新しい味が出るってことよね、多分。うん、え、なんか1ヶ月ごとって言っとった。え、1ヶ月ごとに新商品マジでみたいな、でも言っとった気がする。そん贅沢だね。なんかそのレモンと梅と、うん、何て言うっけ、定番のやつはある、うん、けど期間限定みたいな、うん。マスカットじゃなくてシャインマスカットの味がするって言ってた。ねえ、分かるよね。マスカットとマスカットの違いが分かる、うん、あんま比べたことないね。てか私が食べてるのがマスカットなのかシャインマスカットなのかが分かったことがない、いつも。え、何が違うの。シャインは高級なの。え、シャインシャインマスカットのシャインはあれみたいな感じ、あの岡山の何だっっけ、ブドウ、ピオーネじゃなくて、岡山ピオーネか、あれ、うん、あれ、え、もう一つ、もう一つなかったっけ、なんか。あれ、ぶどう、あ、なんか、あ、シャインマスカットか。え、あ、あれ。あ、シャインマスカットは皮ごと食べれるらしい。私この前食べたよ、じゃあ。いいな、食べた、シャインマスカットだ。そのままやないか。楽しかったね。もうてか、うん、1公演ってあっという間やね。うん、もうやった曲をもう同じ形では二度とやらないんだと思ったらめっちゃ早いわ。確かに。なんか結構、うん、思ってた感じと違うかった。何が。なんかもっとずっと後ろかと思った。
山田にずっといるかと思ってさ。確かにいつもそうや、ね、思ってたけど、なんか意外と前に出してもらって嬉しかった。ダンスの先生が考えてくれたんですよ。そうなの？え、じゃないんかね。なんかいや、うん、なんかダンスの先生が考えるなら俺はもっとこうしてたって言ってたから。あ、そうなの。違うっぽいよ、なんかわかんないけど。なんか曲の終わりらへんに、うん、なんか吐ける前に、あの亀子タイムやけん、あ、前に出させてもらったりとか。確かにそれは考えて、演出みたいな。うん。ありがとう。ハロー。いい先生。前は反対が多かった。ごめん。え、どっちが多かった？私。下手が多かったんだ。上手あんまり言ってないかも。てゆくさん、結婚してありがとう。上手。え、葵ちゃんどっちが多かった？え、もう山台はずっと下手やった。息をする心以外ずっと、あの立ち位置で言うと 3.5 とか、立ち位置で 3.5 ね、2とか 3.5 とか、 その辺やった。ちょっと、うん、葵ちゃんよく見てた。あ、じゃあ、葵、ん、あ、葵ちゃんがよく見えてたってこと？視界に。おお、花火ありがとうございます。ありがとう。でも一人だけ上下をダッシュする曲が多すぎて、なんか誰も入れ替わってないのに私だけダッシュみたいな曲が3曲ぐらいあって、うん、泣いちゃうかと思った。意外といけたね。よかったね。よかったね。焦ったよね。うん、え、なんかもうあれ、一杯の水の、え、な、え、なに、え、一杯の水前の人、前の人、あ、ねえねえ、関係なかった、うし、え、あの踊ってる、え、なんか、うん、山田に、え、一杯の水の前何やったっけ、一杯の水の前、思い出してよかったか、思い出してよかった、でんてんてんてんじゃん、だって、うん、でれてんてんてん吐けるやん、うん、で、また山田に登らないけんかったんやけど、うん、なんかその何、裏から見えるやん、うん、あのスクリーン、はいはい、うん、それを見とったら、うん、もう出る時だった、出る時で、一緒にさ、みちが言ってた。何、みちが言ってた、嘘。なんか出なきゃいけないのにスクリーン見てたって、うん、そう、意外とそこの分かる、あれ見ちゃうよね、うん、意外と短かった時間がメンバーがね。え、でもレッスンとかリハの時は結構長く感じん？うん、本番はめっちゃ短く感じる。え、ここやったっけと思って、まあでもね、いい感じになってきた。なんか座るタイミングとかさ、うん、なんか余計なこと考えて、あれ結局どこだっけみたいになって、不安になって、うん、必要のない不安を感じてなんかやけん一回リハでもうはっちゃけた状態でリハせんと、あ、本番同様のモチベーションっていうかテンション感で、うん、確かにねって思った。うんね、実質2公演になるけど、1公演の時は、いや2公演の時は3公演になるし、うんリハを含めたらね、あ、よかった、うん、眠くなってきた。え、でもさ、ショールームイベントからのさ、うん、休みなしでさ、え、それはやばかったかも。来たじゃん。あ、確かにね、その次の日とかやったらやばかった、ショールームイベント終わって。これがでもショールームイベントの次の日がもう朝からリハで、うん、え、そうやったっけ、あれ、うん、チキンラーメンのイベントやった。え、24時間テレビ、あ、違う違う、私は24時間テレビに行ったで、その次の日か、うん、でも24時間テレビもう早朝からだったから、うん、まずドタバタだったね。てか本当にね、お疲れ、よくやったって感じ、みんなすごかった。え、いいな、新潟行きたかった。新潟行きたかった、私も、ね、どこ行きたいですかって言われて新潟って言ったもん。え、自分も行ったことないからって言った、唯一。
普通にショールームでね。確かにね、確かに行ったことないよ。うん、どうやって行くかもわからん。飛行機やろ。飛行機え、あるよね。いや、わからん、どうやって行くんやろね。マックス付き315個で。あー、新潟どうやって行くの。飛行機内緒にしとこ。内緒。交通手段としては広島空港から出てるの。え、出とん。あ、出とるか。普通に新幹線乗り換えじゃないって言ってる。え、うーん、なんだ、と、と、とき、とき、と、東海道新幹線。新幹線新潟空港あるよ。え、何空港って。新潟、あ、新潟空港か。新潟空港、新潟の詳しいさ、あれを知らないんだよね。うん、分からん。新潟空港って初めて聞いた。あ、成田まで行ってってこと？とか難しい、なんか交通機関って。いや、むずい。てか、いろんな手段がありすぎて、うん、むずいよね。おつ、ありがとう、花火屋さん、ありがとう。本当の頼りは優しくて風景。これやりたい、いつか。マックスとき、うん、いいよね。これなんか新潟に行くときぐらいしか。エンディング感すごいよね、あの曲。めっちゃいい。新潟空港めっちゃ離れてる。あ、そうなの。うーん、空港ってなんか離れてるよね。みんな詳しいね。土地がいるもんね。うん、なんか離陸する前長くない？長い。どこど、うーって。長い。たまや。たまや。しかも結構早めに乗っとかんといけんしね。うん。あ、そうだ、マックス時ないじゃん、もう。あ、普通のマックスじゃなくて時があるよね。なんか前乗った。あ、マックスはないけど時はあるの？え、何で乗ったんやったっけ？なんか乗ったんやん。乗ったん？時。時、あ、群馬に行った時だ。あの群馬あるんや。プリンセスのイベントで。あ、ドレス、ドレス着てた時。うん、そうそうそう、そういう気がするな。へ、すごい。マハは四国の汽車とかしか乗ったことない。あ、アンパンマンでした。あれ汽車だっけ。汽車、うん、何。え、なんかさ、うん、指定席あるさ電車みたいなの走ってるよね、四国って。香川、あれ香川かな、香川とか。なんか指定席あるちょっと早い電車みたいな。あ、何？何だったっけ。どうするした。え、ね、よく乗っとんのに。潮風とかじゃなくて、ね、南風じゃなくて、そう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 、ね、ね、マックスは2階建て。何だったっけ、香川に行くやつ。あれ何だったっけ。え、よく乗るのに四国麺やけ。マリンライナー。あ、そうだ、コメント、コメントが優秀すぎる。マリンライナーだ、あれよく乗るわ。うん、あれ楽しかった。あの大分行った時の帰り、え、何だっけ、大分から、うん、は博多じゃないや、小倉、うん、までの帰りがちょっと豪華だった。イモス、イモス、え、何乗ったっけ。あれはね、なんだっけ。あれはちょっと忘れちゃってきて。何やったっけ、なんかめっちゃかっこいい名前やった気がするね。カタカナ、鳥系。あ、ソニック。あ、ソニックだ。鳥系。やばすぎる。ソニック。適当ないな。覚えてるけど、うん、ちょっと記憶にないんだよね、うん、なんかだし汁みたいな飲んだもん、自販機で。うわ、え、別府よね。別府なんか、うん、飲んでたよね。覚えてる。一緒に乗ってたもんね。うん、花火。ラジは、え、わかんない、今ラジ時計なくないの。めっちゃ久しぶりで2階の人に爆裂を送ってたの見逃さなかった。あ、ありがとうございます。2階にも3階にもファンの人がいたから。うんうんうん。でもなんかさ、2階とか3階のファンの人ってさ、うん、まさか自分に手を振ってると思わんけど、全然反応してくれんのよ。反応してほしい、逆に。うん。
ほぼあなたにしか降ってませんっていう感じ。でも今日は分かってくれた。ああ。3階の君。2階のそこと3階なんだよね。失礼。あいちゃん今日大体あ24分だって。そう縦にしたら見えるんよショール。ああそっか。ファンの人が何でも答えてくれるわ。ね。13日連続配信中なんやけど機能してないのに。あれじゃない、毎日配信チケットがあったんじゃない。なかった。えゼロ前やったんやん確認したら。え待ってびっくりした。昨日やったんじゃないの。え昨日やったっけ。昨日やりました。私って配信えやったっけ。だってもう寝落ちするぐらい疲れてたら覚えてないでしょ配信やったかどうかなんて。えやってないっけ。やってないのって。ええいやあったんだよ多分。何毎日配信チケットがあったのか。確かになかったらでもマジでたまに急に支給される時あるよ、うん、そうなん。なんかもう終わったって言われたよ、うん、ファンの人に前。うんでもなんか終わったよって言われた後にまた入ってきて、うん、あれみたいな、なんかお詫びみたいな。そんなんないか別にチケットで。いやわかんない多分わかんないけどでもあったんじゃない。いやってびっくりした。えなんか使った日って履歴に残っとるよね。残る見終わったで。え怖っ。よかったじゃんイエーイよくないし25分。ちょっと寝たくなってきた。ね眠い怒涛の8月末だけマジで忙しかった。うんショールームイベントから。うんもうねマジ大変だったよねこの3日間ぐらい。うんえ待って何隣の会場でルセラフィムがライブしとったらしいよ。えっえっあらら大好きなんやけど。じゃあ宮脇さくらさんがいたんだ、うん、いいな。えっあちちちちあちちちちえマジ隣に会場があったん。え、いいな。見に行きたくなかったじゃなくて見に行けないよ。え、でもさ行けるなら行きたいよね。確かにそれは見たいよね。もう見に行けなかったですね。見に行きたいと思って。いたの。やば。え、いいな行きたかったね。え、すごえ、すごえ、だから今日本にいるんだね。え、だからさくらたんのうちを持ってた人いたのか。えマジじゃん。私の部屋の香り今宮脇さくらさんのなんか卒業コンサートのやつだよ。んなんかファンの人もらったディフューザーみたいな。なんかあんなのグッズにあるんだ。次のスタジオ公演当選しました。お待ってます。え次チャートリー四国は9月の公演。うん一緒。15いやチャートリーやった気がする。えあれ一緒じゃなくて。え一緒じゃなかった。四国一緒じゃないの。次四国とスタジオあんまり一緒じゃなくない。いや確かに。いやでもスタジオね四国多いと思うよ多分一緒にやってるの。あそう自分が出てないかもじゃあ。マイカーが多いかも。マイカー。え四国もマイカー多いよ。マイカーが多いんじゃん。瀬戸セブンがめっちゃ多かったかも。四国、四国とやってた、うん、高知とか、うん、やってたね。あ四国とスタジオだってよ。え15日あっちゃんあれ違かった。え出る。うんあれ発表されてる。うんえ何が15日え あれ出演メンバー発表されてないよ。あ、発表され、発表されてる。ちょっと待って発表されてる。あ、されてる、うん、とりあえずされてる、されてる。めっちゃ噛むやん、めっちゃ噛むやんされてますよ。ちょっとメイクポーチ借りる。どうぞ。え、マハ出る。え、出るやろちょっと、わからん、うん、聞いてないや。え、でも当たったって言ってるってことは出るってことやね、多分。え、でも、わからん。チャートリのあれじゃないよね。チャートリとの延期のやつじゃなくて四国の。
ヶ月あるよと。あ、出るって。いける本人が分かってない。一緒だね。ふう。え、寝る。うん、目がしょぼしょぼ。前歯が出なきゃ申し込みしてない、確かにね。一期生は基本出るようになってんの？え、そうなの？分かんない。え、出んときあるよ。少ないよな、でも一期が多分普通に。あ、スタジオ？ん？あ、スタジオ一期3人しかいない。え、四国も3人かも。ん？福ちゃん、マイキュー、葵ちゃん、マシちゃん。うん、そっか、確かに。疲れてるって。え、グリーンアリーナめっちゃ嬉しくない？嬉しい。ね、前は5周年コンサートさ、うん、出る予定でリハまでやってたけど、うん、延期されて出れんくなったんや、うん、休業のタイミングで、うん、だからもう出ることないんだろうなって思ってた。嬉しい、ユミリンが連れてってくれるって。ね、来てください、絶対皆さん。会場発表された時なんかもうすごかった、どよめきって。だってなんかドキッてしたもん。うん、すごいユミリンって思った。いや、そうだよね。うん、すごいユミリン、すごい白々しくてさ。なんか何、いや、なんかめっちゃ綺麗にスルーしてくれんの、卒業コンサート関連の、うん、こと。うん、24時間テレビの合間の時とかも、うん、ユミリンの卒業コンサートがさみたいなこと言ってたらさ、なんかすっごい綺麗にスルーされてさ、うん、あれですね。なんか何も決まってないみたいな、うんうん、あったらいいねみたいな、やらせてもらえるんかなみたいな。でも絶対もう3日とか4日前だったら決まってるはずじゃん、うんうん、しらじらしかった。演技だったってことか。そんな、めちゃめちゃしらじらしかったな。ね、やらせてもらえたらいいよねみたいな感じだったよ。いけりますね、まさか。そんな大きな大きな、ね、おねむやん。でもなんか知ってるメンバーいたよね。何が？今日のなんか卒業コンサートやるって。そうだ、うん、でもいつ聞いたかはどうか分からんけど。確かに言っとったよね。うん、ね、11月3日？うん。え、文化の日？文化の日じゃないですか、11月3日って。詳しい。え、違うっけ？文化祭やっとった気がする、11月3日。え、文化の日って文化祭やる日なの？分からんけど、自分の学校やっとった気がする。え、違うかも。え、でもなんか木曜日とかよね、うん、違う？え、何曜日？誰も知らん。何曜日やろ、ちょっと分からんね。今9月やろ。今8月よ。あ、もうでももう30分ぐらいで9月、うん、2ヶ月後ってこと？じゃあ本当に11月の頭だから早いね。え、でももう寒いのかも、11月は。え、そうじゃん。だったらもうそろそろ始まるってことよね、言っても。準備は、うん、確かに。まだかな、分かんない。ツアーが一段落ついたらって感じなのかな。え、なんかいろいろ大変そうね。そうだね。確かに。あ、文化の日で会ってるって。おお。え、しかも金曜日の祝日らしいよ。え、じゃあ絶対来れるやん、みんな。めっちゃいいね。土日休みの人めっちゃ最高やん。
え、土日祝が絶対休みの人は絶対来れるじゃん。うん、土日休みの人で、まあ、祝日はちょっと出なきゃなみたいな人は有給使えるでしょ。マットの人は体調壊れましたって言ってくださいすいませんちょっと頭が痛くてって言いましょう。確かにそうやって休むしかないね。結婚記念日、おお、おめでたい。寒くないの11月の最初らへん。え、ま、うん、微妙じゃない、一番いい、うーん、今夏が暑いからさ、うん、ちょうど良さそうじゃない。いや、え、9月はでもまだ暑いよね多分。9月めっちゃ、10月の最初も暑い気がする。暑いよね、10月末ぐらいから多分涼しくなってきて、で一番ちょうどいい残暑がすごいらしい今年。早く寒くなってほしいえ、なんかあの微妙な時が一番好きや。わかる、秋が欲しい。秋ちゃんと。でもなんかここ数年マジでなんかこれは夏なのか冬なのかって感じよね。うん、秋欲しいよね。春夏秋冬って言ってるのにね。ね、春夏秋冬って言ってるのに、うん、春夏秋冬春夏秋冬みたいな感じだ。ただのなんか季節の、うん、春夏秋冬って、ね、同じこと言う。違う、真似した、真似してる今何時、え、何時、35分。うん、それやるとファンの人がってなる。あ、こうなるおぉ、自然とったらつま抜けてた。イエーイ。あ、つまずいてたって聞こえたズバ抜けてたね、びっくりした。そうそうそう、つまずいてたかなねえ寒くなってほしいな、早く。ね、なんか寒い分には着ればいいけどさ、うん、暑いのは脱げないから嫌だよね。そうなんよ、水道もぬるいし。わかる、冷たくならんよね、ぬるい夏って。なんかいいのって思うぐらいになる。マイハの出る公演は8日だってえ、8日はあれなんよ、何、チャートリとの、うん、なんか延期されたやつ。なんか大変なの。あ、え、15も出る、出る。あ、そうなん、どっちも出るよ多分多分8日はね、あれなんよ、8月台風のなんか帰ってこれないみたいな時のやつで、うん、大変やったなあれ。でも四国はできたよね。四国じゃなくてチャートリーじゃなくて、あ、四国か、次の日か、うん、できたよね、よかったね。え、出るらしいよ、15日ちゃう、いえって書いてる。あれあれ、ん、え、あれ、え、ん、え、ん、どう、まあ、どうなん、どんな時が来ればわかるやろ。え、どういうこといや、マジでどういうこと。え、ほら、15日は四国とチャードリだって。え、誰か言った人が間違えた。もちろん本の人は四国とスタジオってほら、やっぱ、あ、ん、え、8日ある、四国ないよ多分。8日がスタジオと前川なんじゃない。え、分からん、違う、チャートリは19らしい。8日が四国って言ってるわ。じゃあ四国は2回公演があるんだ。いや、え、8日が四国で、8日は四国だ。あれ、自分でる8日って、いや知らんがな待って待って、でも15には、あ、8は電話、自分、え、ちゃんとツイッターじゃない、 X に投稿した、15日で出演しますって。18は出んの、あ、18は出ん8出ん、なんで、なんでやろう、分からん、隣つけといてよもうなんかややこしいね。ね、15が振り、違う、15じゃない、16が振り返ってことか。じゃあ19らしい。あ、違う、全部違う、全部違うよおもろい、マジで私たちっていつもこんな感じあれあれ、あ、そう、あ、あれだよね、いや違うよみたいな
え、葵ちゃん9似てる。いやもうこれは嘘です。15似てます。私はちゃんと投稿したんで。9じゃなくて8やろ。もうコメントがおかしい。みんなよく分かってないっけ。え、15に出ますよ。私は9月15に出ます。今日の葵ちゃんおもろい。いや、いつもこんなんよ、葵ちゃんは。あ、でも今日疲れてるのかもしれんね。そうかも。あ、9。葵ちゃんとみーちゃんと話すときはいつもこんな感じ。うん、あ、9花だれなんだ。花だれは出ますよ。ありちゃんと、あやパンの生誕祭。あ、生誕か。え、ありちゃんもう、あさって誕生日じゃん。え、何歳 ?19。え、次19。次19。来年よ。早いよね。え、14歳から入った。12。うん、12歳やね。待って、やば。14の代がひなちゃんとかやった。みゆみゆとか12。クーガやば。19か、違う、18、19か。え、やば、大人やん。二十歳になりたい。え、何歳今？ 18？ 今18で、来月で、うん、来月じゃないや、10月に19になる、うん、あ、同い年か、ありちゃんと。あ、何？待って、やばいね。大人やん、みんな。葵ちゃん何歳今？うん、22。16から。6から、うん、いい年の重ね方してるね。そう、褒め方キモ。なんかゆめりんとかみーちゃんとかの代が一番羨ましい。なんで？高校卒業まで して、うん、そっから入るみたいな。確かに就職みたいな感じ。そう、確かにね、青春を謳歌して。うん、アイドル。でも黒歴史があったらちょっと怖いよね、高校とかの。うん、確かに名前なくてよかった。みんなそんなないけどね、多分。じゃあなんか道路に石投げましたとか。それは別にいいよ。よくないですよ。道路やろ。砂利の、うん。幼稚園の時とかあったかもね。黒歴史のさ、うん、黒歴史の歴史が浅すぎてさ、うん、悪いことが道路に石を置くことないよ。悪くない、道路に石ないか。いや、でもパンクするかもしれんや、うん。何の心配これ。何の心配ですか。お、花火。でもファンの人的には何歳ぐらいで入るのが一番ベストだと思ってるんだろう。でも多分12歳は早いと思う。前は、え、なんか年齢で応援しようっていうの気持ちが、年齢、そのメンバーの年齢によって変わるのかっていうのが知りたいよね。あ、でも前は中学生の時、うん、なんか中学生はちょっとごめん無理みたいな感じだった。高校になったら応援するからとか、うん、高校生になったらもっと人来てくれるよみたいなことを散々言われてきたから、なんか周りに、あ、なんか中学生好きなんやみたいな思われるのが嫌らしくて、うん、黙っとけばいいやん。でもなんか全然気にせず来てくれる人もいるけど、うん、なんかだから高校生になったら人気出るよみたいなめっちゃ言われて、もったいなくない？なんかその小さい頃全部知りたいと思うくない？確かに。好きやったらなんかバカにされるんだよねってめっちゃ言われた。言わなかったらいい。友達とか、うん、同じ会場来ててさ、うん、誰行くのって言われてさ、あ、ちょっと中学生には手を出しづらい。確かに。でも中学生だからいい人もいるよね。うん、でも別に年齢じゃないと思うな。確かに。
え、あんま合ってなくない年齢と見た目 STU、うん、合ってないよね合ってない。私サーヤンとか16歳ぐらいに見えるくない？分かるね。あ、須川咲ちゃんとかも中学生に見えるもん。え、それはないけど。え、嘘。高2ぐらいに見える。あ、ドンピシャやないそれ。あれ、あ、高3か今。え、14歳ぐらいに見える前は。ちっちゃい子だと思ってたんよ、あ、そうなん、うん、全然普通に。確かにノアピもめっちゃ大人に見える。カジカさんありがとう。確かにね、大学生見えるね。アリちゃん19には見えんしね。見えん、逆にね。全然まだなんか12歳って分かる。見える、なんか上か下かみたいな。うん、逆に自分分からんくない？いや、葵ちゃんは多分年相だと思う。なんか一番分かる、うん、なんか予想した年相、うん、でも二十歳とかにも見えるんよ、言われてみれば。でもあれかも、なんかメンバーから見るメンバーはさ、もうなんか入った時のイメージが強いじゃん。うん、確かに。だってひなちゃんが二十歳よ。ひなちゃんがお酒飲んでるって思えなくない？え、それな、もうショールームでオムライス作ってるイメージしかないわ、うん、確かに。アズミンとかちっちゃく見える、もうちょっと。うん、まあ、背あるんかな、分からん。17歳とかに見える。二十歳か。でもまださ、うん、自分たちが中学に入った時は、うん、ひなちゃんとかあゆみんとかも中学生だったから、うん、でも別に関係ないよね、年って。あゆみんも結構大人やってる。あゆみんもマジで大人だった。すごい大人だった。うん、お酒飲んでるは営業妨害ちゃうの。いや、分からん、ひなちゃんのお酒飲んでる姿は見たことないけど、うん、飲んでる年ってことだよ、うん、ひなちゃんのお酒めっちゃ弱そうだね。ね、え、弱いんじゃない？あんま分からんけど、見た目通り、うん、でもなんかどこかしらの噂で山口県民は強いって言われてるの。そうなのらしい。昔聞いたことある。なんで？いや、わかんない、なんでだろうね。ゆみりんとか、うん、あんま見たことない。うちもゆみりんないな、あんまり。うん、まあでも未成年のいる場所ではメンバーもお酒飲まないじゃん。うん、なんか本当にわからん、みんながどんな感じか。確かに。前派はママしか知らないから、うん、酔っ払った人はみんなあれなんだろうなって思ったら大変だなと思ったけど、うん、実際わけでもないもんね。どういうこと、あれって？すごい、すごい酒癖がすごいってこと？大変。前派のママ大変ない。逆に自分の親は飲んでるところ見たことないって感じ。え、飲むの？飲むのは飲む？見たことない。もう飲みもしないってこと？うん。へえ。岩田プロは変わらなそう。え、岩田プロ、いや変わるでしょ。ショールームで酒癖が悪い。いや、ショールームでも、ショールームはまだ抑えられてる方やと思うよ。パパも飲む。パパはそんなに変わらないです。終わろうかな、そろそろ48分終わるか。あれで、あ、なんか最初は恥ずかしいみたいな感じやけど、喋り始めたら止まらないよね。何の話？私のママ。あ、そうなん。うん、あんま喋ったことない、こんにちはぐらい。あー、でもメンバーと会ってる時はさ、うん、おとなしい、なんか人見知りなの基本的に。あ、そうなん。めっちゃ人見知りで、うん、本当にメンバーに会うのも恥ずかしくて嫌だみたいな。確かにそんな感じしたかも。お酒飲んだらマジで、うん、一緒に飲もうやとか言ってくる。すごい、いいや。なんであんな人変わるんじゃろ。めっ
めんどくさいよ。理性がなくなるから。本能なんじゃない、それが本心本性。だる、マヤのママだるいわ。めっちゃだるいわ。楽しそうでいいけどな。いや、なんかさ、もう、うん、あれじゃん、画面越しに見てるのは楽しいじゃん。うん、そう、私当事者の気持ちになってほしい。え、葵ちゃん、うん、もう酔っ払ったことある？分からん。なんかそんなビューンってなるまで、うん、あんま飲まんかも。ああ、ちょっと酔っ払ったなみたいなのもある？あんまない。よくわかんない、ふわーぐらい。ああ、歩けませんとかはないかも。ああ、え、どうなる人？笑いジョークかも。笑うの？まあ、いつもと変わらん。これより笑うの？葵ちゃん、なんか、うん、ニコニコする？それとも面白くて笑う？なんなんやろ。分からんのよね、そんなあんま分析したことない。ああ、確かにね。まあまあそうだよね。眠くなるかも。なんかメンバーも、うん、タイプを知りたい、酔っ払った時の。でもじゃああまり変わらないんだ、強いんだ。そんな飲まない。そう、強いって思ってるけど多分飲んでないやと思う。そんな、そこまで。ミチとかめっちゃ強そう。なんか強いって言っとったくない、本人言ってたっけ？言っとった気がする。強いんかな。なんかゆきりかとか20歳、もう同い年ないけど、もう、うん、ゆきりか全然想像できんくない？できんね。まっちゃんとか、なっちゃんはできるかも。みたいな。いや、確かにちょっと。メンバーってお酒飲んでる？分からん、見たことないかも、2期生とか。みちはあんま変わらなそう。もうちょっと明るくなるんじゃない？明るくないってこと今。うん、なんか、うん、もうちょっと、うん、もうちょっと笑いそう。ライブ中みたいなテンションになりそう。アドレナリン出た。おもろ。確かにみちゅって意外と静かよね、普段。うん、結構静か。なんかこっちが喋りかけたら喋る。うん、なんか気になることがなければ特に喋らんみたいな感じ。うん、確かに。なんかよく喋るイメージあるけど、うん、喋っとるやんっていうか MC のイメージ。ー、確かに。キャプテンのイメージ。うん、確かに。確かにそうだもん。よく考えたら別にプライベートとかでは喋らんね。うん、うん、意外とね。みちゅって言ったら何って言うだけだ。これしかない会話が。でももうちょっと喋るんかな。どうなんやろ。ちょっと気になるね。ね、でお前はが二十歳になったら、みーちゃんと、うん、みちゅと葵ちゃんを呼んでお酒を飲もうの会を開こうと思ってる。いやみんないるかな、私が二十歳になるまで。あと2年。ん？1年。1年か、ほぼ1年ぐらいいてよ。いるでしょ普通に。いるかな。うん、まあでも兵庫と広島だから。何が？あ、住んでるところ。うん、愛媛と。まあいるんじゃない、そこまで。いや、卒業しちゃってもすぐ来れるよ、瀬戸内だから。うん、いるよねみんな。ちょっと不安になってくる。もうみんな、もうみんな最近卒業発表が多いからね。AKB さんとかもマジで卒業発表多くて。うん、
STM 怖いわ。なんか多分重なってるだけなん、ね、そうだよね。えでもそれめっちゃ昔かそうよね STM。 うん昔も結構卒業発表ある時はまとめてバババってあるよね。うん、うん、あれなんでなんでやろ。だって今卒業発表しても、うん、そんなキレがいいわけではないよね。なんか毎年毎年年齢の区切りとかで考えるメンバーがおるんじゃない。ああ誕生日とかでなんか二十歳とか、うん、大学卒業大学知らないよ、なんか高校卒業したとか。ああみんな東京行きそう。確かに東京行かんで、東京行っても帰ってこさせる。大好きな人の時とかね。確かに55分になったやばい。終わります。ありがとうございましたまた明日喋りましょうでしょう。ちさんやすまコレクターさんありがとう。ジュニムキーありがとう。ジッチェシュサギさんありがとう。ジェムコトさんありがとう。キューマイハツもありがとう。あ、私大丈夫です足。マハチティレクさんありがとう。7位ヒロがありがとう。6位マサカツさんありがとう。5位ショナナサラさんありがとう。4位ユウさんありがとう。3位モモさんありがとう。2位ビクヨブさんありがとう。テチロコッポさんありがとう。なんかしれっと私から読み始めたけど、え、いいよ。でも58分ぐらいに読む人 OK。 じゃあまた会いましょう皆さん。おやすみなさい。おやすみ。バイバイ。グッナイ。グッナイ。うん、踊りがめっちゃかっこよかった。イエーイ。そうなんよね葵さんの踊りはかっこいいのだよ。でもなんか今日先生ダンスの先生に、うん、なんか何だっけ、もう少しメロディーじゃなくて歌を意識して、うん、ダンス今の迫力のまま、なんか言ってたね、なんか難しかったんやけどね、なんか歌も意識し、うん、うん、言ってた聞いた。なんか今の、うん、なんか踊りは崩さないで、うん、歌を8割6割ぐらいと思ってやってみたいな。難しくない？いや難しい。何言ってるんだろうって思ってた。そうそうしたら艶が出るみたいな、花が花と艶がさらに出るからみたいな。なんかプラスして歌を意識してってことなのかな、うん、難しいこと言うね多分。何力力みすぎてっていうかな、力入れすぎてたみたいな。多分リハで自分がはっちゃけて、うん、やってたからないけどね。そう私あれだわ、なんか今日のリハは力を抜いてやってたんだけど、うん、めっちゃ褒められた。力抜いてやるリハーサルほどよく褒められる私。じゃあそっちの方があったんじゃない、なんか 見栄え的に。いやでもなんかステージ立ったらテンション上がらん確かに。そうテンション上がって間違えるけんリハでもうテンション上げて ね、やっとかなよね。そうちょっといい感じに力抜いてもさ、うん、その方がなんか目がいくって言われた今日。そうなんだ。最後聞いたらなんか踊りもちゃんとやったらなんか他のメンバーと違うっていう感じで目は行くけど、うん、なんか58分なってる。そうね、そうなんかね、そんな感じですでもいい感じに力が抜けて、なんか余計な力が抜けていいんだろうね。うん、行きます。誕生日見ます。ゆきふくさん、ジータさん、ABC ハウスさん、カツリンさん、モフモフスキーさん、サージカルさん、ウツボさん、ムネカネヒロシさん、タカアナさん、トノサマドラゴンさん、マエちゃんさん、イサッピさん、ピオーネさん、パチ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 、ありがとうございます。花火ありがとうございます。イエーイ。8月終わりか。うん、そうじゃん。お疲れ様でした。おやすみかん。じゃあね、カメコの席の方ぜひ乗せてください。使わせていただきます。多分全部保存します。
やすみかん。